今日は、こちらのコースを遊んでいきます。パックマンのコースだな。実は、元ネタのパックマン、やったことがありません。そして、ここ数日体調不良で寝込んでいるため、動画が投稿できなくて申し訳ありませんでした。今もまだ、布団から出られないので、短い動画になってしまいます。申し訳ありません。海のコースなんだな。海のコースって少ないから、なんだか新鮮な感じがするね。上の方には、何かあるのかな？何もなさそうだな。多分、何かの絵が描いてあるんだろうな。まあ、多分パックマンの絵だよね。では、土管に入って進んでいきます。パックマン遊んだことはないけど、こんな感じの画面はなんだか見たことあるな。プクプとかを避けながら、コインや鍵を取っていけばいいんだよね。こっちは海ステージのせいで動きが遅いから、敵の動きを先読みしていかないとな。敵の動きが速いから、思ったより大変かも。でもまあレールのあるところしか動けないんだから、注意していけば大丈夫なんだぜ。私はレールの敷かれた人生を歩きたいです。ダメ人間。いや、ダメまんじゅうだな。病気で寝込んでると、どうしてもマイナスの方向に気持ちがいっちゃうんだよね。そうだな。看病してくれるのも、ワンコくらいしかいないもんな。うちのワンコ、看病してくれるのはいいんだけど、うつ虫の上に乗ってくると重いんだよね。体重、28キロあるからな。普段なら大したことなくても、今乗られると、動けなくなってしまうんだぜ。なんてことを話してる間に、着々と回収進んでいます。やばい、これはまた実況が全くできなくなるパターンだな。まあ、それがこのチャンネルらしいということで、いいんじゃないの？グダグダ、ワンコ自慢、体調不良のネガティブ思考のチャンネルなんて、一体誰が見てくれるんだ。あなただけでも望んでくれるのならば、こういうのを、限り歌い続けるって誓うよ。ねえ、マリサ、今のって若い人にはわからないんじゃないの？うつ主世代なら、みんな知ってるんだけどな。100万人署名、私も書きました。今でもたまにようつべであの番組見たりしてるよな。ランキングキャラクターライブとか、今見ても面白いよね。そうだな。ホワイティ、やめんなマン、モーニング息子とかな。天野の母ちゃん、王子様お姫様、ちょっといい話、なんかも好きです。あ、いつの間にか鍵が全部揃ってたな。今回は今までで一番実況できてないね。さっきも言いましたが、それがこのチャンネルだということでどうか許してください。あ、そうそう、さっきのうちのワンコですが、明日動物病院に行って献血をします。大型犬だから、血もいっぱい取れるしな。うちのワンコの血を使って、他のワンコが元気になってくれたら、嬉しいです。ねえ、本当にこんなんでいいの？さすがにまずいかもな、少し心配になってきたな。では、この辺でまたしっかり寝ます。明日もお休みするかもしれません。ごめんなさい。